でもなんだっけな、なんかね今日見たニュースで誰が一番なんとかだ、なんちゅう、一番大切な質問のとこ忘れたけどでしたかっていうので、一番はヌートバー選手、初めてのアメリカと日本のハーフの方が今回侍ジャパン入って、めちゃくちゃ素晴らしいプレーを、何で言われてたんかな。1番2番は大谷選手だった、3番誰だったか忘れたけど、なんか野球少年たちが選ぶなんちゃらみたいな話を忘れちゃった、なんかそれのやつで、そうヌートバー選手、なんかあれなら見た、たっちゃんって書いてる T シャツ着て、皆さん選手の皆さんがそのヌートバー選手をお出迎えするために来てやってるみたいなやつなら見ました。めっちゃもうなんかすごいいっぱいいろんなコメントとか見たんですけど、なんか本当にすごく日本のことが大好きで、日本のことすごく誇りに思ってくれてて、なんか最初は結構やっぱりどうしてみたいな言葉コメントも結構多かったらしいんですけど、もうめちゃくちゃ一生懸命、なんかそれこそ私全力投球がこの人にはめちゃくちゃ似合う言葉だなって思ったぐらい、もう全力で、なんかもう本当に、なんか私コメントで見て、なんか高校球児みたいに全力で走るんだって書いてて、いや見たんですよ映像、めっちゃ全力バーって走ってたし、なんか何事にも全部 100% もう絶対諦めずにめっちゃ走って、もうなんかあんまり怪我とか気にしてなさそうな感じ、もうバー走ってバーやってみたいな、一生懸命全力投球、なんかほんとコメントとかでは本当にもう誰よりも侍だよみたいな、すごいみたいな、めっちゃ盛り上がってるのを見て、うわーすげーってなりました。あ、そう、君が代ちゃんと歌ってました。しかもちゃんと君が代をローマ字で練習してたらしくて、めちゃくちゃ可愛いですよね。すごいいつもニコニコしてて、そうしかもなんかめっちゃ、うおすごいストーリーって思ったんが、10歳かなんかの時になんか自分は侍ジャパンに入りたいみたいな、なんかなりたいっていうのを言ってて、で実際実現してっていうのを見て、わすごいな、そんなちっちゃい頃に言ってたのほんまに叶えてしまうんやと思って、わこれこそ有言実行、全力投球で一生懸命、マジですごいと思って本当にね。えなんかね、ボールトルトクとかもすごすぎてびっくりした、映像見たけど、ボーンって、本当に一生懸命で、なんかもう絶対的に応援したくなるようなプレーをすっごい一生懸命してて、すごいなんか勇気をもらえるような感じだったね。本当すごかったよね。同い年ぐらい、1個上かな、25歳って書いてたんで、私24になる年なので、1個上だな、年だから、こんな1個上の年が近い人がなんかあんなにすごいんだと思ったら、もう本当にすごいなと思って、なんかいや自分もこんなんじゃダメやなってすごい思っちゃうぐらい、めちゃくちゃすごいニコニコしてたしね。しかもめっちゃ良かったんが、デッドボール背中に食らった時のヒーローインタビューに言ったやつ、そうちょうど凝ってるところに当たってなんかコリが取れたからよかったみたいな、なんかちょっとアメリカンジョーク混じりのすごい返し方も大人で、すごいなって思いましたよ。なんかニュースで見てめっちゃ可愛いなと思ったのが、本当に入れたことがすごく嬉しかったらしくて、一人称が侍ジャパンやった、侍ジャパン言うてたらしいですよ家で。侍ジャパンお腹すいたご飯食べるみたいな、そうなんか一人称が侍ジャパンだったっていうのをニュースで見て、マジで可愛すぎる、そんなことありますって思いましたね。でも本当にすごい、なんかやっぱこういうのを見てやっぱ元気と勇気をもらえますね。私は本当にすごかった。そうなんだ、今日もやってるんだ、もう始まってる、もしかして。じゃあ皆さんゆっくり野球を見てください。じゃあ今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信で、バイバーイ。